お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちら呪文の履歴やっていきたいと思います。というわけで、クララにはね、呪文というカードが、20枚ないか19枚ぐらいあるんですよ。このタイプですね、ユニットとか、まああとは建物とか、いろいろあるんですけども、その呪文ですねがいろいろあって、まあ、このね、8枚8枚と他にウッドと、スケルトンラッシュかな、はい、があるので、まあその辺でね、どうすれば勝てるかなと思っていろいろ考えて、作ったデッキがこちらです。はい、まあスケラで削りながら、他で守って、まあロケでも最初削れるという風なね、デッキを考えました。これちなみに全部呪文です。タルババとか、あ、ロリババね、ロリババとかデリバリースケルトンなしも一応全部呪文なので、何もねズルはしてません。というわけでやっていきます。いや、目標一勝、マジで一勝、多分一勝できたら神だと思います。よろしく。で、まあ、何がきついかってこうなった時に、何でもきついんですけど、シンプルにユニットが少ないので、なんかゴレとかもうベッカとかメガナイトとか硬いの来たら安硬いの来たらマジでどうにもできないです。さあ、いやー、もうマジでやだ。ロイとかだったらマジで溶かせねえんですよね。いやー、マジでロイっぽいしな。しかもこれ相手がロイ出さないでくれたら熱いんだけどな。そんなことありえないしな。さあ、ほぼ確でロイでしょう。いやー、マジこれロイじゃどうやって溶かすのっちゅう話じゃん。いやー、マジで、まあ、僕はまあ、スペルで削るしかないんでこうやっていくんですけど、あとは、まあ、これ、ロケ削りだよ。ロケ防衛だよね。オッケーオッケー。いや、いい。いや、意外といい防衛した。いや、でも、いや、まあ、バレたらもう終わるんだよな。端前トリトンでしんどいもん。端前ダックフェイとかでやばいからね。で、今、マザネクサいたんで、スケラプラスのタルババあったら熱かったな。で、なんか、フリーズとかも入れようかなって思ったんですけど、いや、悩んだんすよね。フリーズいるかなー思って。ファイボ抜く？いやー、でもタルもウッドもなんか欲しいしなーみたいな思ってて、結果こうなったんすけど、意外とフリーズあったら強かったかもしれねえなー。フリーズ持ってくればよかったな。さあ、さすがに暇になってくるんで。さあ、いやー、相手もね、相手もさすがに A 防衛してくるでしょ。さあ、いや、待って、これでさ、ちょっと今いい勝負してるの地悪くない？意味わかんないよね。意味わかんないよね。いや、でもダックプリとか来たら終わるんすよね。もう常にエレアド取られそう。で、マジで後ろからさ、なんかユニット出してくれるとさ、熱いんだよね、俺も。いやー、打つか。耐えたいんでね、やっぱ。後ろからケツロイとかしてくれるとやっぱロケ打てるからさ、マジで熱いんだけど。さあ。ええ感じにね、竹が垂れに行くよ。いや、ちょっといい攻めしてんのやばいよな。ちょっとだけいい攻めしてん。いや、これでもクエイク打たんと回らんのんすよ、カードが。いや、ワンチャルな。マジで。マジでありそうなんだよな。これ勝ったらマジでやばい。褒めて。褒めるどころじゃ許さん。褒めるだけじゃないよ、これ。待って、マジで勝てそう。マジで勝てそう。あと今、スケル打ちよかったかな。いや、待って、やばい、間に合う。いや、熱い、マジで間に合ってる。で、クエイク削り、いやー、クエイク削りしたかったな。トルネで削りながら、あとロイで削りながら、いや、ウッドいらんかったか。まあ、いや、待って、これすごくない？ちょっと待ってちょっと待って、めっちゃ頑張ってるからね、今俺。熱い、マジでやる。これタレババスキラでマザリングリファイブって買ったんじゃね？マジで買ってよ、多分。え、マジで買った。待って。本気で言ってる？やばない？ちょっと待って、俺ズルしてないよね。してないよね。してないね。これ全部呪文だもんね。呪文。ふぅ、やば。ちょっと待って。フリーズ欲しいなってすごい思ってたんすよ。で、いや、マジか。え？勝っちゃったよ。しかもロイだよ、ロイ。なんかさ、
枯渇デッキとかね、そうなんかあとはこう守りやすいねホグとかに勝つならこうまだわかるんですけど、マザネクダックブリえちょっと待ってバカおもろいんだけど、待ってあるぞこれ最後ね。いやマジであれに5打つのやばいよな、こいつ下手くそなんじゃねえかって思われちゃうもんな。さあ、いやでもこれホグっぽいな、ホグくせえな、ウッドタルでもいいけどロケでもいいな。うわ最悪だ、いやマジでアイゴレロイじゃやばい、いやマジアイゴレロイやばい、いやでもロケでさロイ結構削れんね、まさかの。これ何が来んだ、いやマジ何が来んの怖っいやこれもう一回ロイ来んのか相手もしかしてバカ回転早い感じ。いやこれさキング起動するメリットあるかな、一応できて損はないか。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。いやしかも今回の相手スケラの受けきつそうだな。いや特にってマザネクとか出てくんだよね。さあデリでオッケーオッケー、いやこれトルネがさマジでいい味出してる。オッケー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 カップいやいいよ、ま、でも苦しい、マジで相手のさ回転早すぎてさ普通にしんどいんだよね。でも俺もさウッドタルトルネクエイクデリ、いやいいね、2-2-2-2-3-3-3コスト悪くないんだよな。あとはタルババスケラできれば熱いんだよな。いやこれでももうきちいな、もうきちいな、鬼の許容しようかな。いやーなんか違ったか、なんか下手くそか俺今の、下手くそだったよな。いやこれスケラ打てばさ単純に単体スケラでいいな、これ絶対できついもんね。よしよし気づくのちょっと遅かった。さあいやいいよ、いやーなんのアイゴレだ、あのアイゴレがちょっとやだな。さあロキホンもいる、いやこうなってくるとちょっとやばい。いやーマジかー、だんだんきつくなってきたな、なんかバレたな、種がバレたな。いやマジか、いやでもだがしかしワンチャンある、スペルの削り性能はピカイチ、削りに関してはピカイチだぞ。いやこれマジさ本当にあると思うんだよね、こっちに変えてスケラ打ってクエイクとさあるよね。いやなんなら勝った説ない、いや勝った説はないないな、まだ。いやロケ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 、いやーやめてくれよー、やめてくれよ、もうちょっとなんだ。いやーなんかカードサイクル悪かったなマジでカードサイクル神、なんかねええ感じになれんだけど、スケとかもないからね、惜しいな、なんか可能性とか見えてきたなね、なんか意外といけそうなんだよな。さあフェルナンド、この人ねなんか高回転ローフグ使ってるこの名前の人もいれば、ゴレを使ってるこの名前の人もいたりとね、なんか同じ名前の人多いんですよね。まあ、とりあえず削っていきます。なんか重量級じゃなかったらすごいんだけどね、余裕で重量級ですね。でゴレとか削っていきます。ゴレ溶かす方法ロケットしかないです、ちなみに最初ミラーとかも入れてたんだけど、いやいらねえよなっていう。でゴレこれトレーナーで金起動したいな、うん。でも神戸ねファイボーとかデリで大抵飛ばせるんですよ。いやこれウッドからのかな、このゴレ多分金起動できないんですよねこれ。いやーマジで、いやーマジで絶対無理だなこれ。いやなんかこういうねもう重力を引くと泣いた方がいいんですよね。これに負けないといけないっていうのがねマジで納得できん、うん、じゃあこんなことすんなんて話なんだけど、よし、いやマジでおい全然解けねえやないかい、おい全然解けねえやないかい、あー自殺行為やおい施設くれよ施設、俺に、まあいやまだいける、ちょっともうちょっと勝たしてくれ。いやもう一勝したいな、フリーズか、フリーズなのか、フリーズ欲しくなってくるぞ。ワンチャンファイブなくてもいい気もするけどな、ファイブなくてもいい気もする。タルとデリはね必須なんだよね、ウッドもねさっきのあの感じいるんだよね。いやこれはでもちょっと熱い、
で相手のユニットに、いや熱い、マジである、いやなんでアーチャーとゴブリンがいんの、スケラメタ多すぎるって。でもダメージトントンこれでダメージトントン、あっちいな。いやだがしかし、だがしかしみたいなとこあるよな。いやこれはウッド5で守れそうだな。いや意外と呪文って強いからね。オッケーオッケーオッケー。相手の迫撃には、まあ適当にね。さあ耐える。いや相手トルネで下げりゃよかったかな。まあゴブリンワンチャン。いやアーチャーやばいな。ゴブリンはクエイクで飛ばせるんだけど、アーチャーやばいな。まあクエイク迫撃来たら速攻クエイクウッドで壊したい。一発入るよね、一発だけね。いやートルネ使いたいけどコスト使いすぎになるんで一回我慢。ふふふふふ。いやフリーズ説もやっぱあるな。いやー目がないときちゃったな。まあロッキーさすがに打ちます。削れるタイミング今しかないんだよね。でデリーとハイボで耐えれるかな。耐えてほしいな。ジャンプすんなよ。おっきい、あー待ってやばい。さあ透明か、ウッドでノックバック。いや痛え。ふぅ、いやー爆撃もきちいな。クエイクライバル溶かすか。よいしょ。いやナイスデリー。いやこれスケラ打つだけでさ結構熱いと思うんだよね俺は。いやーメガナイト、メガナイトやめてくれ。いやアーチいたな。いやアーチ5打ってちょっとダメージが過ぎた。いや間に合い、うわー、いやこれはきちいのか。いやもう一回いけんな。いや待ってよ、もう一回耐えれる、もう一回耐えれるはず。でスケラとヤーチェ使ったな今。熱い熱い熱い、それは熱い。クエイク入れてザップ打ったけどロケだな。いや落ちる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 、ファイボでいらない。オッケーオッケー。落ちて追いついた。いや追いついたけどあんま嬉しくねえな。いやそうだよね、俺来ると思ったんだよね、来ると思ったんだけど俺はねもうどうにもできなかった今。さあクエイク打つ。いやねまあ分かっていたよね。うん、俺も分かっていた。正直こうなるだろうなって気がしたよね。最初の1分で察したよね。いやーちょっとねー苦しかったな。これちょっとフリーズでもう一回リベンジいいっすか。いやちょっとクエ削ります。行きましょう。さあというわけでちょっとねフリーズ入れたらどうなんのか。現在の記録1勝、ちょっと2勝目指していこうか。いやロイに勝てたからな。待ってくれよ、またトリトンか。なんかホグとかさ枯渇とか来ないわけ。さあこれで神のフリーズ、もうこのババ一体が全部守ってくれる。オッケーオッケーオッケー。いやフリーズいいんじゃない、いい採用でしょこれは。いやマジでロイにだけ勝てそうなんだよな。ロイめっちゃきつそうなんだけどな、解けなくて。いやあるなあ。さあ後ろからマーザネックぐらいゆっくり出してくんねえか。ふんふんふん。何を出してくる。いやオリ、いやオリはファイブ打ってマッスルキンク移動しよう。さあここですね、ここのピッピ。いやーちょっと、いやこれやめようキング移動。いやいしてもいいか。いやいい、いやー良すぎる。いやこれしかもさマザネク咲いたからさ逆サイスケラ行きたいけどさすがにダクプリで抑えられてやばい気がするんで一旦守ります。いや相手もちょっとなんかこいつユニット少ねえなっていうのにね感づいてきてますね。いやー痛い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 。ちょっとあれだな。いや、ファイボディや。ふっ。あぶねー。
いやあるぞ。いやフリーズもな、やっぱ防衛で使えるからさ、タルババフリーズ、デリバリーフリーズ、タルババトルネ、デリバリートルネで耐えれるのは耐えれる。でマザネクいなかったらスケラータルだけど、最悪最悪の最悪もうここでフリーズしちゃう。でこれでダメージめっちゃ稼いで逃げ切ります。いやーあるんじゃフリーズがただただただ強い試合になるかもしれんけど、いやーマジでやめてほしい。このユニットきちいのがさ、もうバレちゃったらさ、そうなるよね。ふっ、いやーだがしかし耐える。これ勝ったんじゃない普通に勝った説あるよなこれ。なんか出てくる。あ、待ってやばい、待ってやばい、外しちゃった。やばい、待って、マジやばい、マジやばい、マジやばい。最後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 に負けになるのやだ。危ない。ロケ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 、オッケー。危ない。というわけでロイジャーに対してはね、スペルデッキ相性がいいみたいです皆さん。はい、なんでロイに勝ちたい人はちょっと使ってみてください。フリーズナイス。いや、さては最初からこっちの方が良かったのか。行くぜ、よろしく。いや、スケラフリーズの火力高すぎて、あとは一生ガンエモンすればいいみたいな。あれこれ多分余裕だな。多分あんま負けないんじゃね。だって強そうだもんな手札手札だけ見たらマジで強そうだよな。さあちょっと、うお待って、やべ、それやばい。いや待ってくれよ。オッケー、いや一旦耐える。いやスケラ対決ね、スケラ対決ね。いやーいいよ。いやでもまさかってことは気づいたのか君。俺のデッキに気づくか、わかんないよね普通。あーちょ、いやみんなアーチャー入れてんなー。ちょっとアーチャーマジでダメなんだよな。いやでもここもうタルババスケラね、やり毒みたいなとこあるよね。でワンチャンのフリーズも狙いながらね。いやいいよ、ヤナメか、ヤナメだなこれ。サクちゃん、あ、ユキか。いやこれやっとこう。序盤にダメージめっちゃ稼いで逃げ切る戦法。よし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 。いや、ナイト来たら終わる。ナイトマジで溶かす方法がね。ナイトやべえ。いや、待って、なんか普通に強いデッキできたんかな、もしかしたら。なんかそんな気せん？ワンチャンパッキン来ねえかな。パッキーン。さこナイト。はしまえナイトなー。マジでどうやってどうやってやればいいんだろう。始まえないとのロキ打つかもう。いやこれさすがに暇なんで5打っちゃいます。あれ、なんかこんなにあっさり勝っていいものなんだろうか。そして対戦相手諦めたっていうね、え、なんかマジか俺ね、普通に勝っちゃったな。いやなんか余裕でフリーズでしたねね。いやあっちの方も良かったと思ったんだけど、フリーズにしたらね、なおさらめちゃくちゃ良かったね。オッケー、いや行こう、レッツゴー。え、これだって今 2-0 だよ勝率 100% だからね。フリーズ型勝率 100% です。行きましょう。さあよろしく。まあほんとマジで手札が大変なことぐらいだよね、弱点は。でクエイク抜いたから、まあ施設とか嫌だし、まあギャング系も厄介だけど、せっかくババで竹取れるんでね。まああれはちょっと後から確実にファイボでこうやるぐらいでいっか。でデリもトルネもウッドもタルマル。いや相手のね、まあバレルは取んないよねこれ神相性引いたんじゃねえか、神相性かわかんないけど。いやこれさ走ってたまに避けられるんだよね。オーケー。いやーこれは負けなさそうだよね、トルネでしかも金ギドできると。いや俺のトルネの位置がちょっと下手だった。いやー完璧来ましたね皆さん、このデッキやばいかも、マジで普通に強いかもしれん。いやーそれはねヌーブやってますね。もう単体スケラでいいでしょ。よいしょ。まあギャングもプリンもいないんで、アイスピサイト、あーゴルナイが強えな。いやゴルナイちょっとやってんな、意外と攻撃速度速いしガタイがいいから
結構受けられちゃったな。さあ、まあ近畿道できてるのもでかいと。さあで、一応小物鬱陶系はいっぱいあるんだね。バレルに対して優秀ですよと。あとはもうロケ削りと、まあ端っぷりぐらいなんとかしとけばなんとかなるんじゃないっていうファイアボール。いやでか、なんか余裕で勝てちゃうっていうまさかの事態だよね。さあ、あとあれですね、ゴルナイですね。最後フリーズでもいい、ロケでもいい。ケツから来たら即ロケですね。まあ、来なくてもロケです、暇なんでね。相手のユニットの、あー、フリーズタルバ、いやうまい。いやこの防衛よ、いやこのね美味しすぎ。さあスケラ打って、ウッドはこれ一旦無視しようか、遅れて打つほどのもんでもないでしょ。で暇なんでね、早ぶって。コスト的に何も出てこねえか。さあ、あとはロケ。これフリーズ防衛した方がいいっすね。受けないんでね。マジで。ほんとに。ゴルナイン受けれないっすね。で、フリーズしてもこの体勢のままなんですね、この子。若さのデリバリー。んーにゃー、若くなかった。ごめんなさい。まあ、言えません。まあでもロケ、ファイブ受けないと。いうわけで。いや、待って、まさかの 3-0 か。俺、びっくりやで、これはさすがに。鬼のフリーズ許容。オーケー。さあ、まさかの 3-0 です。誠ですか？いいんですか？本当にこんな勝っていいんですか？これ12勝したらどうする？さすがにネタ？行きましょう。よろしく。いや、フリーズになるだけでこんな世界変わるんだね。なんか防衛でもやっぱ使えるのが強いのかな？スペルってだってマジ腐るじゃん。一応攻めても防衛でも使えるからね。サスケ。タルババ。あー、ホグっぽいね。ホグはね、結構当たりじゃない？あー、やべえ！やべえ。まあ、ホグが来るぐらいならいい。あー、バルキリーが来るのはね、嫌なんだよね、だから。いや、マジ、バルキリーのダメージ痛いんでね。耐えます。オーケーオーケー。いや、耐えてしまえば、全然いい、全然いい。ホグはだって、マジかよ。ホグどこ行ったんだよ。ホグじゃねえじゃねえか。嘘つきやがって。いやー、マジかよ。やべえよ、これ。いや、でも、みたいなとこあるよ。下げながらの、よいしょ。うおい。結構いい防衛。しかもスケラフリーズしちまえば、あーまあバルキリーいるけど、みたいな感じか。ダメージ入りそうだからな。いや、これなんかキング起動する方法ねえのか？ねえんだ。我慢。デリもタルもないとキング起動できないな。まあバルキリーがやばいぐらいか。なんかスケラロケットとかになるのか。まあスケラ最後に打てばいいか。OK、それまではエリシャにちょっとロケ打って、いや、あるなぁ、これ。これだって、相性いい気がしてきたもん、だって。おかしくなってきた。で、負ける、なんか負けるのがね、なんか思いつかない、俺の中で今。うん。どうやったら負けるんだろうって逆に。教えてほしい。よいしょ。さあ、やばい、負けそう。いていて。いやー、暇ー、マジで暇すぎる。ちょ、一回行きます。一回行って、エレジェイとかで被れば神。あー、被った。でかい。もう一枚。LSP。いやー、入るぞ。いや、お願い、ウッド系やめて。ロケオのエム、バカであれ。でかい。マジでかい。あ、ロケ打っとけよかった。なんだろ、ロケ打ってないんや。マジでやばい。お、なんかそっちか？これでもフリーズがね、強いんだよね。マジフリーズ。やべ、全部。いや、待って、ファイボ待って、ファイボダメージ、待って、ミスった。やべ。え、ファイボしか間に合ってても多分落ちない。うわ、持って、あー。